小池都知事、緊急事態宣言延長、ここがこらえどころ。報道が変わると感染者数はピョーンと上がる。東京都の小池百合子知事は1日、都庁で記者団の取材に応じ、今月7日を期限として発令されている緊急事態宣言が1ヶ月程度延長となる見通しであることについて、皆さんのご協力でかなり感染拡大を抑えられてきている。ただ、ウイルスは非常に正直というか、行動が変わると感染者数はピョーンと上がってしまうとの見方を示し、ここはこらえどころ。いずれにしても、都民の皆さんの協力以外何もないと言っていいと述べた。また、宣言延長に伴い休業要請などのより強い措置を取るかどうかは、国の方針を確認していきたいと述べるにとどめた。東京都は1日、新型コロナウイルスの感染者が393人確認されたと発表した。1日あたりの新規感染者は4日連続で3桁で推移しており、400人以下となるのは昨年12月21日、392人以来。重症者数は前日から7人減の133人。都内の累計感染者数は10万人を超え、10万234人となった。